湖内校庭学院は、中国湖南省商談したケツツミ区に本部を置く、中国の公立大学である、2000年に設置された。2019年9月時点では、学校の面積は108万平方メートル、建築面積は54万平方メートル、生徒数約1万7019人、教職員1547人。湖南校庭学院の起源は、 1951年に、湖南省政府が設立した、中南電工省工業技術学校。2000年、小短期電高等専科学校、湖南防食高等専科学校が合併し、湖南工程学院設立。学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と系の上の編成で、実態はなく、日本の、学部とは、 位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。コナン皇帝学院図書館、蔵書数は全館合計で約108万冊2014現在、全部で14国20大学、機関と交流協定を結んでいる。学校関助、コナン皇帝学院。 h t t p s, <music> <S ーーコロンススララッッシシュュ w w w h n y e d u c n スラッシュウェブサイトスラッシュ subsite.jsp メヌコードイコール0003012020年2月20日閲覧国際教育学院関助コナン皇帝学院 h t t p g j y h n i e e d u c n i e r e s u m e a s p x ありがとうございます。